私たちの日常はおおむね平凡で、一日の終わりに今日がどんな日だったかすら考えない。毎日が普通であることに幸せをかみしめる人がいれば、朝目覚めた瞬間絶望的な気持ちになる人もいる。運命なんてない、奇跡なんか起こらない、明日のことすら考えたくない日々の中で共に過ごした者たち、かつて深く傷ついた者、これから辛い経験をする者、でもそれらはいつかきっと過去になり、彼らを優しく強くする。彼らは大切なことを心に刻む。小さな希望を手放さないこと。本当に孤独な人などいないこと。命ある限り、人は何度でもやり直せるということ。今はそれぞれの道を歩んでいる者たち。二度とあの場所には戻れないが、誰かが優しいいたずらを企んだ。そしてそんな奇跡はちゃんと起きた。